はい、というわけで見てきました、新ウルトラマン東宝シネマズ新宿で見てきました。見てきて3時間くらいが経過しました。いやーね、買ってきましたよパンフレット。っていうかね、もうグッズがもうほとんど売り切れてて、パンフレットくらいしか買うものなかったんですよね。あとなんかぬいぐるみとかね、ぬいぐるみはちょっといらなかったんで、見終わった後にパンフレット買ったんですけどね。いやー、冒頭からねもうぶっ飛ばしてましたね。いやー、どこから語ろうか。でも予言感想動画で楽しみにしてた巨大長澤まさみと宇宙人ゾーフィーが当たりましたね。いや、これはね、なんか自己暗示じゃないけど、あの予言動画の時に言って、なんか、まあ、割とそう自分の中でもう出るって思い込んでたんで、なんか本当に出た時の、なんか興奮みたいなものが割と薄くて、いやー、あの動画をね、出さなかった方が逆に楽しめたかもしれない、自分的には。いや、でもね、ゾーフィーが出てきたのもそうですし、カラーがね、あのゴールドとあのブラックのカラーがね、ウルトラマン新編、グレートの、時に成田さんに発注した時に描いたやつですかね、あのカラーっていうのは。それをね、拾ってきたのがね、すごい、誰がわかんねんっていう。いや、あれ興奮しましたね。うわぁ、それ拾ってくるんや、みたいなね。で、まあ、大体出てくる怪獣っていうのは、まあ、ゼットンで終わるんだろうなってところとかはね、割とこう予想できましたけども、あんだけスケールのでかいゼットンだと思わなかったですよね。なんかもう、戦艦みたいな、すごいこうガシャガシャ変形したりしてね。なんか、なかなかその全体像っていうかフォルムが予想できなかったんですけど、最終的にあんな感じになってね。なんかパンフには、天体なんとかなんとか用兵器みたいな感じで書いてましたね。天体制圧用最終兵器 Z。もうこの、原型しなかせな造形ですよ。これ多分フィギュアとか立体化、まあ難しいだろうね。どうやって出すんでしょう。っていうのもそうだし、予告は極力見ないようにしてたんですけど、ザラブ星人はフォルムがもう公開されてたよね。予告かなんかでね。で、メフィラスはもうあんなデザインだとは、ちょっとまた、あ、そう来たかって感じでね。あと、偽ウルトラマン。目がね、ちょっとセブンっぽい感じで、安易な黒ラインとかでこう偽って表現せずに、ちょっと目つきが違うところとか、そういったところで表現してるのが面白かったですね。いやー、でね、巨大長澤まさみにね、ちょっとこう、踏まれたい人生でした。いやー、しかし、冒頭の、ドッカーンつってこう、あれがまさか、シンゴジラからドーンって来ると思わなかったですね。しかも、怒涛の、ウルトラ級怪獣が、ドーンって登場するところとか。で、パンフ見返したら、ゴメスのデザインがちゃんとね、シンゴジラを改造したような感じの造形デザインになってて、まああれも当時、ゴジラのスーツを改造してゴメスになってるんで、そういったところも、オマージュしてるし、ああ、これはなかなか、そういった小ネタがね、露骨じゃなくて、もうわかる人が気づけば気づいてくださいみたいな感じで、さらっと入れてるのが、なんか、良かったですね。くどくないというか、お前らこんなん好きなんやろみたいな感じがあまり出てなかったんで良かったですね。で、あと、なんかモーションアクターで割と古谷敏さんとかも関わってるみたいですし、クレジットにも名前出てましてね。ただモーションのとこに庵野さんの名前もあったので、なんかマニアックな所作とかは庵野さんがやってんのかなと、ちょっと予想してるんですけど、偽マンとの戦いで、こう、チョップして、こう、ウルトラマンが手首をこう、痛める
あれとか当時まんまじゃないですか。実際当時もね、目にこうチョップが当たっちゃってね、こう目の仮面のとこに当たって、あれがめちゃめちゃ痛かったらしいんですけど、ああいったとことか、そういったねマニアしか喜ばんようなことをこう入れてるのがね、なかなか良かったですよ。あとは良かったところ本当いっぱいあるんですけどね、なかなか動画を回しながらだと思い浮かばないですよね、パッと。あのいろいろ整理しないと、全部アドリブですから。でもあの劇版が、当時のものをちょっとこうアレンジしてる、流用というよりはちょっとアレンジしてるところもあったりして、なんかサントラとか欲しくなりましたよね。で米津さんの主題歌もあのできるだけもう耳に入らないようにちょっと対策してたんで、今回初めて聞かせていただいたんですが、なんか歌詞もねちょっとまだじっくり見てないけど、ちゃんと内容に沿ったものになってるみたいで、かっこよかったですね。いやー、素晴らしかったです。ちょっとまあ今回 IMAX で見ましたけども、まあ2回目、まあマックス3回だけど、まあ2回目くらいかな、見るとしたら。ちょっとね、なんか連続で見るとあれなんで、ちょっと期間を置いて見ようかなと思うんですけど、いやー良かったですね。あとはなんだろう、まあ、バルタンとか出さなかったのも逆に良かったですかね。あとザラブもなんかこうちょっとお面かぶってるような感じで、こう後ろがスカスカなデザインになってたのはどういう意図があるのか、なんか元ネタがあるのかね、なんかわかんないけど、そことかいろいろ面白かったですね。あと最初に登場したマンがね、超かっこよかったですね。全身シルバーで、顔がまだ未完成だからなのか、ちゃんと A タイプの造形になってるってところもすごい良かったです。あれも良かった。やっぱ CG とかもブラッシュアップされてるのかね、特報とかに比べると。で、なんか、マーベル映画みたいに予告編にちょっとフェイク映像というかね、実際本編にはないような映像があったりしましたよね。最初に出てきたとことか、スペシウム打つとことかって、特報とかだと、ちゃんと赤いレッドが入ってたはずなんですけど、実際映画では、あれは全部シルバーの状態だったですね。そういうとことかも、そうだし。でもなんか、シングルって、耳に電飾のスイッチが造形されてたんで、なんかあれは、何なんだろうなぁとは思ってたんですけど、結局そこは理由なかったんですね。あと身長体重がちょっと変更されてて、今回40メートルが60メートルになってて、であと体重も当時は3万5千トンとかだったと思うんですけど、それが2000何トンくらいかな、割と2000台くらいになってて、なんか体重設定おかしいんですよね、ウルトラマンって。だからそこがちょっと見直されてるところとかも良かったし、あとはカラータイマーがないだけじゃなくてシュワッチとかね、これも結構ウルトラマンの重要なアイデンティティの一つだと思うんですけど、そこも今回なかったですよね。あと飛行シーンの構えというかミニチュア風っていうところも、もうずっと徹底してるのも面白かった。あれはちょっと元を見てない人からするとなんかチャッチーなって、本当おもちゃじゃないのって錯覚してしまうくらいの質感でしたよね。最後のゼットンがなんかどこか異次元かなんかに飛ばされる時に脱出しようとした時とかも、うこうミニチュアがクラクラこう釣ってるミニチュアがこう揺れてる感じでちょっと可愛かったですけど、いやそういうところとかも良かったですね。あとは今回見終わって、あそういえばそうだなって思ったけど、ビートルとか一切そういうの出てこなかったですね。なんかビートルじゃないけど スーパーガンとかさ、なんかそういったメカとかも一切出てこなかったですね。いや Z の対処法もなんかペンシル爆弾的なものが開発されるのかなと思ったけど、そうじゃないし、まあ
あんなスケールのでかいやつをそんな爆弾じゃ倒せないのは見えてたんでね、もう今回はもう兵器というよりはもう人間のなんか知能とかそういったところでこう頑張るって感じでしたね。いやー、で割とこうマンなんだけど宇宙人のエピソードが 2,3 個あったんで、ゾーフィの剣も合わせるとまあ3個くらいか。だからまあなんか割とセブンみたいな話だなーってちょっと思いました。でもこんだけ盛りだくさんでねやってくれたんで、テンポも良かったし、大満足ですね。余談なんですけど、特報の新仮面ライダーがなんか流れなかったです。なんかどっかでは流れてるっていう噂を聞いたんですけど、東宝シネマズで見たけどなんか流れなかったですね。そんくらいかな。あれ東映だからなのかな、あれ東宝だっけ、どっちだっけ。新仮面ライダー配給どこなんだろう。そんなわけで今回は新ウルトラマンついに見ましたという感想でした。いやー、もしねフィギュアが今後出るんだったら、僕あの最初のシルバーの A タイプが欲しいですね。あれは痺れました。今パンフレットもちょっと見てるんですけど、あと球体をこう飛びながらこう回転してこう球体を、赤い球を作る時の動きを使ってこうバーンって攻撃を、攻撃弾いてたっけ、なんか蹴ったんだっけ、なんかちょっとそういった技にこうつなげてたのも面白かったし、いやーいいものが見れました。割とゴジラはねなんか見に、まだ見に行きやすいイメージがあるんだけど、ウルトラマンってもう露骨にこうヒーローものですから、結構見る人が限定されるかなと思って、ゴジラほどは伸びないだろうなって予想してたんですけど、割と初動はこうゴジラを超えてるらしく、なんか嬉しいですよね。やっぱり売れてほしいので、ほんとつぶらやが今絶好調ですよね。いやこれからいろいろ、今はまだね解禁されてないけど、グッズもこれからどんどん出るんでしょうね。ゾーフィとかいろいろ出るんだろうけれども、いやちょっとね、私はあの A タイプ、シルバーの A タイプを買いたいと思います。はい、というわけで新ウルトラマン、簡単な感想でした。またお会いしましょう。シェー